じゃあこんにちは。はい、今日は金の話だ。今日はほんともうほらね、もう原油価格が高騰し、ガソリンのね、どこまでこの料金が本当だよな、170円台160円台どうなっちゃうのって言ってね、いる中、いろいろ年俸も公開されていいなみたいな。いいよな、野球選手はいいな、やっぱり夢あるな。ありますよ、ありますよ。まずは、広島の、栗投手が、はい、残留ということで、はい、お値段がいくらで残留したのか、はい、3年6億5000万円、はい、いいですね、2億、2億約、そうですね、2億ちょっと、2億ちょっとずつです。まあでもね、栗は頑張ったよな今年。はい、だって最多勝取ったんだから。まあそうですよね。笹岡監督に、はい、本当にお礼しとかないと。あ、逆に栗投手が。それはね、最多勝じゃなかったら1億ぐらいは違うと思う。あ、そんなに違うんですか。いや、違う違う。わあ。でもお歳暮どころじゃないよ。何以外でしょうか。まあ牛1頭ぐらい持っていかないの。いや、本当に。そうですね。あ、そういうものなのか。いや、本当本当。FA の時のタイミングで最多勝を取れたっていうのが、栗の中での一番のこうヒットだろうね。でまた最多勝取ってれば、で FA になれば他球団ももちろんあの いい金額を提示してくれるわけですね。いやいや、そうだね。他球団だと、はい、まあ、広島が6億5000万、はい、まあ、8億ぐらいまでいったんじゃない。そんやっぱいや多分最多勝だからさ。で、あの巨人が栗投手欲しいんじゃないかみたいな前から言われていた中で、巨人もじゃあもし交渉できるんであればそのぐらい行きたかったかなっていう。まあそうだよね。でもよかったよね。でもね、いや残って、広島に残ってね、チーム的には良かったですよね。まあ良かったし、はい、栗もやっぱり広島好きそうだもんな。あるチーム愛があるよね、うんうんうん、広島の選手って。そうですね。だから、まあ、栗も残りたかったんだろうし、はい、それに応えられるだけの、うん、あの金額を出してくれたという意味ではさ、はい、まあすごく良かったなと思うんですね。そうですよね、はい、来シーズンからもね、また3年頑張ろうって思いますもんね。本当だよね、はいはい、で大瀬良投手も、はい、3年で、まあ、はい、一応8億規模ということで、はい、この3年8億で大瀬良選手、まあ、残ると。大瀬良のね、はい、素質からしたら、はい、これはやっぱり低いな。お、豊さん的にはどのぐらい出します、他球団だったら、欲しかったら。いや、欲しかったらじゃなくて、大瀬良の素質だとか、はい、そういうことを考えるとね、はい、3億以上、3億6000万ぐらい、うんうんうん、行って、うん、まあ、3年で、まあ、12億ぐらい。お、ちょっと出来高で、はい、あ、出来高、プラス出来高、プラス出来高で12億で、はい、だから8億強ぐらいでしょ。そうですね。あ、だから大瀬良がちょっと頑張れなかったっていうこと、あの交渉、俺の評価とすると。あ、だからそれだけの実績が残ってないっていう。あ、逆にそこなんですね。そうそう、だから栗はタイミングよく最多勝を取ったけど、大瀬良はなんかちょっとバタバタっとしちゃったっていう。そっか、だから本来の大瀬良投手のまんま今シーズンも残せていたら、うん、もうちょっと、まあでも、行ってたのかなっていう。まあ、手術があったりだとかさ、勝てなかった時期があったりとか、うん、もうあの入団してからのトータルで FA って見て、それで金額が決まってっていう、うん、うん、だからまあ印象度も強いと思うけども、はい、だから大瀬良の場合はもっともらわなきゃ本当はいけない選手なんだよね。だから俺の中では大瀬良もっと頑張れたはずだって。そういうことなんですね。そういうこと、だからこれ8億で満足してんじゃねえぞみたいな。もう8億の選手ではないでしょ、もっていうことですよね。もっともっと上の選手だろっていう、うん、格的にもね。そうですよね、うん、格的ってお前あれじゃないですか、今ちょっと格的じゃないですか、ね、格的にもですよね。そうそう、だからその、はい、なんていうの、なんかもったいない大瀬良が、もうちょっと頑張れたのにみたいな。そうです。ただ他球団とは交渉せずにもう残留っていうところはやっぱりそこは、まあそうだね、だから愛だね、愛でチーム愛っていうことなんですかね、うん。田村っていうスカウトがさ、はい、大瀬良の担当で、うん、田村が引きに行って大瀬良が引き当てた時泣いたんだよ、うん、そのぐらい。いや、そのぐらい大瀬良頼む、来てくれみたいな感じだった。ね、でもまあこう
やっぱ男気あるというかさ、白状で、うん、白状じゃないというかさ、ね、まあ FA 出ていくから白状とは言わないけどさ、うんうん、はい、義理のある男なんだろうなと思うよね。そうですよね、うん、ただ他球団はこの栗投手にしても大瀬良投手にしても交渉したかった球団、ね、いやそりゃそうだろうな、うん、そりゃあるある、もう例えば巨人だったりとかもそうでしょうしね。そしてですよ、はい、まあ、早々と残留決めましたけれども、はい、32歳の DeNA 宮崎選手、はい、これ6年、はい、12億、はい、まあ、年間2億、そうですね、うん、6年というと、まあ、今32歳なので38歳まで雇用してもらえるっていう、いや宮崎はさ、まあ、入ってきた時にね、はい、まあ、ある人が、うん、そのドラフトとかいろいろ関わった人が、はい、まあ、俺はヘッドコーチでいて、うん、ね、監督が長瀬さんでね、で聞かされたのは、この選手はこういう選手だからとか、うん、こういう扱いをしてくれとか、はい、この選手は代打でいいからって、お守備は全くダメだしバッティングがいいから取っただけで、うん、だから守備は全く期待しないでくれと、はい、いうふうに言われたのね、うん、前の動画でも言ったかもわからないけども、うん、初スタメンが旭川だったんだよ、はい、そこでホームラン打ったんだよね、うん、ですごく嬉しくてさ、うん、監督よかったですね、バッティングやってて守備どうしますって、それ変えるだろうって、勝ってるから変えようよって、はい、そうですねって言って、やっぱ守備は最初はダメだったんだよ、はい、俺がその時からこう宮崎を見ていて、はい、それバッティングは確かに素晴らしい選手だったけども、うん、ここまでの選手になってお前よく頑張ったなって褒めてやりたいよ。逆にそういうことですね。うん、あ、それだけもらえる選手になったかというね。代打だけだったらさ、はい、いくら FA 取ったってこれだけの金額なんて球団は用意しないよ。そうですよね、うん、だけどやっぱそこまでもらえるだけの努力もし、うん、まあ、頭も使いながら、ね、まあ、首位打者という実績もね、うん、はい、作りながら、まあ、よく上り詰めてきたなと思うよね。そうですね、うん、もともとダメだったっていう選手じゃないんだよ、はい、だけどその最初の言われたのが代打でいいからって、うん、足とか守備はっていうふうな言われて入ってきた選手だってことですもんね。でその選手が32歳になって6年12億を提示されるぐらいの選手になるってことは、38まで保証されて、で球団にはやっぱり必要とされる、はい、まあ、人間的にもそうなんだろうな、あー、チームに与える影響するものもそうなんだろうね。6年いてくれということで、まあ、契約合意に至ったというふうには聞いてるけど、だから良かったなと思ってさ。そうですね、うん、これって例えば普通でですよ、行くと例えば6年とかではなくて、まあ、栗投手にしても大瀬良投手にしても3年っていうのが、うん、こうなんかスタンダードで出てきてますけど、これ宮崎選手3年って可能性も別にその、まあ、変ではないわけですよね、3年だったとしても、うん、3年経ったらまた FA でしょ、はい、中途半端な年なんだよね35次いやだけどそれだけ宮崎がDeNA にとっては必要な選手だというふうな判断のもとで、はい、6年間、うん、まあ、今までの功績も含めて、うん、ね、これだけ支払うからいてくださいよと、すごい、いうことだよね。ということはですよ、宮崎選手はじゃあ6年間やっぱり本当にそういう提示いただいた側も6年間頑張らなきゃってことですね。いやもちろんそうですよね、フルで出て6年間いやー羨ましいけどね、保証が6年間あるっていうのはね。だって38まで別に解雇もされなくていいんですもんね。そう、ずっとお金年間2億ぐらいずつはもらえるんですよね。そうそうそう、いやだから、うん、まあ、それだけの選手になったということがすごく俺は嬉しくてね。あ、そうですね、だからよく、うん、まあ、宮崎は頑張ったんだろうなっていう、うん、まあ、携わったのは1年ぐらいだったんだけど、うん、はい、まあ、最初はさ、なんでそんなに黒いのって言ったら、ヒサロに行ってますって。はい。で、頭叩いて。ヒサロ行ってたんですか？お前、ヒサロ行く暇があったら練習しろと。はあ、金稼げるようになってからヒサロに行けと。はい。ね、お前ね、今カッコつけたって、何もカッコよくないからって。はい。ね、まあ、そういうことも言ったことがあるの。へえ。ね、やっぱこうルーキーの時って面白いよね、うん、何考えてるかわからない、プロってどういうものかっていうこともあんまり感じてないしね、うん、はい、だからヒサロに行ってますって。どこ？ヒ
サロンなんか行かなくていいからって、練習を練習しろと。で今格好つけたって、うん、モテないって。そうですよね。だから活躍したらいくらでもモテるようになるから、うん、ね、そこまで頑張れって。頑張ったな。頑張って。そうだ、モテモテだよ。モテモテだし、もうヒサロ行かなくてマシンを家に買っちゃっていいんですよ。買っちゃうんだ。いや、じゃあもう歩いてたらマシンが寄ってくる。マシンがね、マシンが自ら寄ってくる。バカだ。いやだけど、うん、やっぱりね、まあ、大皿だって FA で残ってくれる田村というスカウトが、はい、やっぱまあ嬉しいだろうし、うん、ね、栗のその背景っていうのは分からないけども、はい、まあ、宮崎にしたらやっぱ俺なんかは、うん、まあ、中畑監督も多分そうだと思うよ、はい、ね、宮崎がここまでもらえる選手になって本当良かったなって思ってるはずだしね、はい、だから本当にあの成長したんだなっていうふうに、まあ、金額だとか、そうですね、FA を取得するだけでも成長だというふうには思うけど、うん、ね、球団にとって必要な選手というふうに言われるっていうことが、うん、なんかすごく嬉しくてホッとしました。そうですね、はい、まあ、成長の証のっていうバロメーターでもありますから ね、はい、はい。